吉田さん、昨日ね、山口会長から電話がありました。で、お話ししたんですけども、山口会長は、まあ、20億借金を抱えてね、私と出会ったわけなんですけども、私がね、だから当時、数百万の借金を負ってるのを鼻で笑ってましたよ。だから私もね、ああ、20億借金抱えても大丈夫なんだと思って、それからどんどん借金が膨らんで、私自身も3000万になったっていうことなんでね。だからお金のない人と付き合ってると、一緒にお金なくなるなっていうのは体験しました。ただ同時にですね、20億の借金を抱えながらもむちゃくちゃ収入があるんですよ。それこそね、10年で11億円ぐらいの収入を得てお金返済してるんですよね。だから稼ぐ力も同時に身についたような気がしますね。何よりも金にビビらなくなりましたね。多かろうが少なかろうが、その20億の借金抱えてヘラヘラしてる山口会長がいる中でね、で、新潟に新幹線代を私から2万5000円借りて、帰りは新潟駅の緑の窓口で知らない人にお金をね、もらって帰ってくるわけですから。しかもそれが当たり前かのように、片道分だけ貸してくれと私に言うわけですよ。で、帰りの電車賃はきっちりとね、現場で知らない人から徴収して戻ってくるというね、すごいなと思いましたね。で、山口会長は未だにね、なんかその夢を追っていて、数年前、唐揚げ屋をオープンして、で、この度のコロナで潰したらしいんですけども、まあでもね、今、なんか毎月30万円ぐらい入ってくる投資案件をやって、それで、なんか生き延びてるらしいですね。だからね、諦めなければ、なんか、あの手この手と湧いてくるってことなんですよね、きっとね。まあ、吉田さん言われてましたけども、ビックリマンチョコ欲しいなと思ってた時に、今欲しくないわけじゃないですか。だから欲しい時に、一番熱い時に手に入れておかないと、なんかね、不完全、年少で終わってしまうと思うんですよ。残念ながらね。あと、ある34マガジン見ながら、かっこいいなと思っても、数年後に手に入ってるわけじゃないですか。だからね、欲しいなと思ったものってのは、やっぱり手に入ると思うんですよね。私は自分の体験から言えば。ただ、その体験をしてない人から見ると、いやいや、なかなかそうはいかないですよって言うんですけど、まさにそれが思考は現実化するんですよ。いやいや、なかなかうまくいかないよって言うから、なかなかうまくいかなくなっちゃうんですよ。でも、例えばね、それは難しい話ですよって言っても、難しいだけで別にできるってことなんですよ。だから難しいイコールダメっていうふうに解釈するのも私もね、すごく嫌なんで、とにかく難しいとかね、できないって言わないようにしてるんですよね。思わないようにしてるし、できるだろうけど今日中にはできないかなっていうことぐらいなんですよ。思うとしたら、気がついたらね、今の自分になっていたみたいな感じなんですけども、でも根底にあるのは、不可能はないなっていうところは常に信じてるんですよ。それはね、誰かに不可能だって言われたわけでもないし、誰かに邪魔されてるわけでもなくて、一番邪魔になってる存在っていうのは自分のできないかもしれないっていう思考なんですよね。だから私は常にね、思考は現実化すると思ってますし、これは誰か偉い人が言ったわけじゃなくて、自分でそういうふうに思っていたんですよ。で、思考は現実化するの嘘みたいなね、サムネイルが昨日、小野里さんのね、YouTube チャンネルでちょっとちらっと見えたんですけども、絶対再生しないぞと思いながらね、でも誰よりも思考を実現化している小野里さんが、それは嘘だって言うんだからね、なんか興味あったりするわけですよね。まあそれはちょっと置いといてですね、まあ、とにかくもかくにもビックリマンチョコも昔は欲しかったけど今は欲しくないと。子供の頃の情熱っていうのは子供の頃に消えてしまうんですけども、ある意味ね、子供の頃に将来はこうなりたいなって思うことがあると思うんですよ。その自分の幼い頃の思いぐらいは叶えていかないとね。吉田さんね、アルサイアンが欲しいと思っていた10代の頃の自分の夢を叶えたのは大人になった自分だったと。かっこいいじゃないですか。私もナイト2000、自分のものになりました。幼い頃に憧れたあの車が今私の手元に、何よりもの達成感ですよね。それでは本日は以上です。いってらっしゃい。